ーマンの肉詰めはソースだね。うん、そう、酢豚のパイナップルは許せますか？許せるけど、うん、そうそう、洋食派和食派、どっちも好き。朝は絶対洋食かも。洋食っていうの、パン焼き鳥はタレ、塩でもレバーだけはタレです。そうそう、目玉焼き作れるのって、作れますよ。レバー好きだよ、美味しくない？普通に苦手な人でも多いよね。トッポ好きって、好きです。そう、卵焼きは豆あ、ありがとうございます。ジャージカミヤさん、ありがとう。ミラーボール、ありがとう。ゆで卵は塩を振る、塩だ、お塩で食べます。髪乾いて、ありがとう。こうたつさん、ありがとうございます。ね、牡蠣が苦手。牡蠣好き、私。しんちさん、こんばんは。けいあいさん、ハートありがとうございます。こんばんは。ニョッキーさん、こんばんは。もっとお笑い芸人って、そうなんですか。お、今から牡蠣フライ食べます。いいですね。生牡蠣も大丈夫って。大丈夫です、好き好き。牡蠣ってきてる。どっちも好きです。私は牡蠣フライはソースです。おでんはなんだろうな、大根コーンとこんにゃくと卵とはんぺんわ、今関西にいるから抹茶食べます。いいな、抹茶。そう、あ、そう、妹と今日ね、抹茶のもなかを半分こしました好きな中華まんはって、前はピザまんだったけど、最近は肉まん派です。牡蠣にはレモンって、レモン美味しいですよね。レモンと、なんだろう、ポン酢みたいなかけます。そう、思っちゃいいよねって。そうなんですよ。なーにゃね、もしおじさん、ありがとうございます。抹茶好き、そう、抹茶好きなんですよ唐揚げに勝手にレモンかけたら怒りますか？全然怒んない、むしろかけてほしいです。そうそう、そう、ほんと苦手なもんなさそうで言うね。そうだね、結構しゃぶしゃぶはポン酢です。唐揚げにケチャップかけないな。唐揚げ何もかけないよね。いうのもマヨラーですかって、あんまりマヨネーズ使わないかも。食わず嫌いはある？いや、ない。うん、ないなそうそう、お疲れ様です。あ、カーブさん、クマさん、ありがとうございます。しほさんもありがとうございます。唐揚げに、あ、レモンはかけます。唐揚げにレモンはかけます。みんな嫌なの、苦手なもの探したくなってるって唐揚げにマヨネーズね、美味しいよね。うん、美味しいけどそのまま食べるな、ほとんど。エビ天に抹茶塩かけるね、美味しいですよね。抹茶塩美味しい、好き好き。ゴーヤーね、好きですよ私無理でしょって、好
好きです、ゴーヤチャンプル大好き。餃子は醤油、お酢、ラー油あの、のりさん、奇跡の左足さんくまさんありがとうございます。ゴビウクさん、ペライトありがとうございます。ピタプニプニさんありがとうございます。そうそう、トマトジュース飲める飲めるそうそう、抹茶じゃ美味しいよね。ピーマンは好きですそうそう、ウッチーさんありがとうございます。ドロークさんありがとうございます。納豆好き、そうそう好きですよ。ジョネックさんありがとうございます。くさやわって食べたことないな、食べたことない。そうなんだ、ラー油の代わりに豆板醤かけても美味しいな。そうなんだね。お子ちゃま扱いされてて草ってどうぞ。ガーニコさんありがとうございます。ライターさんありがとうございます。モノモさん、今日みんなのことが好きってありがとう。すみすみさん、くまさんありがとうございます。キウイ、キウイ、キウイ、キュウリってこと、キウイかなどっちも食べれるよ。ホヤって何、もうわからない、わからないものがいっぱいあるね、ハニーマスタード美味しいよね。ナス好きですよ。あ、ナミさんありがとうございます。リーチさんもありがとうございます。クックさんもありがとうございます。そうそう、もうね、食べたことないよものがいっぱいだなえ、こんばんは。お刺身好き、キノコも大好き。昆虫食ってもう食べれないもの出してきたじゃんサザエも好きです。貝も大好き。そうなんだ、遠く行けば食べる。そうなんですね。エスカルゴいけるって、多分食べれるけど食べたことない。ドリアンも食べたことないしほさんありがとうございます。そうそう、毒キノコとかもう絶対食べないものばかりじゃん。わかめも好きですよで、もうで、で、サイゼリアにエスカルゴあるよって、そうそうあるんですけどね、食べたことないんですよ。うん。オフの日何するの？買い物か家で遊んで。奈良さんありがとうございます。こんばんは、ゆなちゃんって。ミルクネコさんこんばんは。プレジョンさんありがとうございます。イノシシ肉はって食べれそうだけどね、なんかなんだろう、うん。カブさんもありがとうございます。コモさんありがとう。トシノリさんありがとうございます。ココリコさんありがとうございます。さんありがとうございます。ボタン鍋もわからないな。クジラ肉も食べたことない。ひなちゃんは一日中体動かしてそうってチョコミントは嫌いでしょって。大好き好きだよ普通に。あ、ヘイデンさんありがとうございます。2位まで少し縮まったって、ありがとう。ジンギスカンもね、食べたことある気がするけど、食べれた気がする。レンくんありがとうございます。ナマコ食べたことない。
お、今度はしゃべりか行ってみようかなって、ぜひ来てください。歯磨き粉の味っていうけどね、美味しいからね。なんかね、すっきりして美味しい。なんか夏とか本当に食べたくなる。ポンパンさんありがとうございます。藤木さんもありがとうございます。こんばんは、ハマちゃん、ハマちゃんマンさん、こんばんは。ペタプニプニさんありがとうございます。青い豆腐さんありがとうございます。あ、ありがとう。チーズも大好きでもね、絶対見つけられない。クロワッサン大好きだよ、もう食べたしね、おととい。モントさんありがとうございます。キノさんありがとうございます。ジーマスさんありがとうございます。こんばんは、僕にできることさん、こんばんは。マツさんこんばんは。モトさんありがとうございます。犬好き好き、トマトも好き。ドクターペッパー飲めるって、ドクターペッパーってなんだろう、コーラ？なんだろう。そうそう。パクチーはね、食べたことないのよ。でもなんか食べようと思えば食べれるって感じになりそうな気もする。慎太郎さん、コンさんありがとうございます。太郎くんありがとうございます。こんばんは。で。ミニクロワッサン大好き、30個ぐらい食べちゃうんで。でコーラ飲まない、飲まない、飲めるけど飲まないね、あんまり。なんかだジュースとかの方が好きかも。なんかリンゴジュースよく飲む。ドブドウジュース。ほとんど水だけどね。そう、学校でなんかあジュース飲みたいって言ったらよくなっちゃん買ってます。なんかそう。太郎くんありがとうございます。ゆゆゆゆさんありがとうございます。レッドブル飲んだる、飲んだことないです。太郎くんさんありがとうございます。うっちゃさんもありがとうございます。山菜だっていうかな、美味しさもわかるって。え、うん、多分わかる。あーみつさんありがとうございます。エナドリね、飲まないのよ。そう、炭酸水ね、飲まないけど飲める、飲んでた時ある。としのりさんありがとうございます。ジンジャーエール飲めます。虫は、うん、嫌です。食べ物じゃないから。ラッキョウも大丈夫、食べれます。そうそう、洋梨もね好き、洋梨のタルトとか大好き。おすすめの水、天然水かな、やっぱ。そう、たくさんありがとうございます。羽山さんありがとうございます。みょうが食べれる。そうそう、プレジョンさんもありがとうございます。コウジさんありがとうございます。ね、あ、そらら、そららさんコーラ好きよってね、飲んでました、昨日の公演の時に。そうそう、うちぃさんありがとうございます。苦手なもの分かんないの。ザクロはって、なんかあのザクロのさ、あのなんだろう、割って飲むやつとか好き好き。ゼリーな、ゼリーとかも好き、ザクロ。銀杏も食べれる。こんばんは、のりてつさんこんばんは。水曜クラブさんこんばんは。まさる、まささんこんばんは。そうそう、青汁も飲めます。まーさんありがとうございます。公演中何飲むのって、公演中水だよね。水しか飲まない。もう自分から苦手なもの言わないとこんな流れ終わらんって。飲むの好き。もうじゃあこれ終わり。麦茶飲めるよ。こぶやきさんありがとうございます。
ね、またじゃあ、じゃこれ絶対食べれないだろうっての見つかったら言ってください。そう、我々の負けだって。しゃ買った。紅茶好き。食べ物の話終わり。タラクさんありがとうございます。何でも食べれるってことにしといてください。ドラマ見てる？ドラマあんまり見てないかもです。チラって直人さん。アニメはね見たりします。そうそう、食べ物の話いつからしたのって最初から知ってましたね。結構進撃の巨人見ますよ。見ました。面白いよね本当に。こんばんは、よっちゃみさんこんばんは。サイレント見たって。見ました、サイレントは見ました。いやずっとしてたよね1時間そんな話って。確かに50分経った、始まってから。で、スパイファミリーはね見てましたね。うん、大きいゴーグル、桃、白子、なんだろう、白々さん、白白さん、ハートありがとうございます。鬼滅も見てました。そう、ヨッシーさんこんばんは。あ、ザックさん、秋山ってありがとうございます。食べ物の話で3位になったのすごないって。確かに。小説とか読んでるの？小説はあの学校でねなんか読むみたいなのがあって、そうそうそう、今はもうなんか勉強していいよっていう時間なんですけど、高1と高2の時とか中学生の時とか朝読書の時間あったので、そう、その時にずっと読んでました。バンジーとお化け屋敷どっちか行くならバンジーです。飛んでみたい。おっさんさんありがとうございます。タオパイパイって、あー、え、タオパイパイ、なんか何のアニメのキャラ、何のだろう。ウッチーさんありがとうございます。ね、あ、ドラゴンボールのキャラ、私わかりますよ多分。タオパイパイね、ドラゴンボールわかる多分。お父さんとか弟とか見てて一緒に見てました。永遠の消防隊はねあんま知らない。やつさんこんばんは。しもちゃんさんありがとうございます。読書の時間寝てる人いなかった？でも朝だからいなかったかも。あ、チップアンドデールの早田さん、出遅れてごめんねって。いやいや、ありがとうございます。ボルダイリングはね、あれで校外学習でやったことあります。そう、カブさんありがとうございます。そうそう、ヒロアカはね、ちょっとだけって感じ。最初の方だけ見たことあります。マーさんありがとうございます。フリーザのモノマネしてみてって、分かるけどやだ。ヨウさんありがとうございます。配給ない。チェーンソーマンもまだないの。ドボンのイベント参加してますか？参加してます。今日もやってます。この後もやります。マジンブーね、お菓子好きだよね。部活はね、あのね、バスケずっとやってました。モノマネやだ。アニメ編始まったって。確かにブルーロック見てないです。いなちゃんプリキュア世代ですかって。プ
プリキュア世代、保育園の時ね。そうそう、呪術廻戦見てるよ、好き好き。こんばんはって。アニメはキリがない。確かにアニメもすごい種類あるもんね。ゆっちーさん、うちーさん、ありがとうございます。こんばんは。ゆっちーちーさん、こんばんは。そう、スラムダンク好きだよ。おじゃ魔女ドレミはね、わかるけど見たことはない。55キロさん、ありがとうございます。なんちゃんとオタク気質なの？いや、そんなでもないかも。コナンのアニメはってね、コナンは小学生の時帰ってきてよく見てました。ルッチーさん、ありがとうございます。としのりさんもありがとうございます。55キロさん、ありがとうございます。そうそう、あ、ニニギさん、かわいい、ありがとうございます。ターモちゃんさん、はじめまして、ありがとうございます。いや、コナンはね、絶対にカラクレナイのラブレターです。もうあれしか勝たない。あれが好きすぎます、私は。コナンに終わりは来るのか、確かに来ない気がする。そうそう、バスケのポジションはね、スモールフォワードです。早くえなちゃんの生誕 T シャツ着て劇場行きたいって。生誕 T シャツ平田さんのT シャツ、生誕 T シャツいただいたんですけど、めっちゃ可愛かった。ハムゾーさん、星ありがとうございます。ひなちゃんがカズハだったら、あたいあたい、誰がいい、え、やだ。見てる方がいい。藤木さん、ありがとうございます。そうそう、じゅん、あ、ラボーナさん、くもありがとうございます。昨日はセンターティーもおしゃれなんだって、紫のやつだったんですけど、あのね、シールもいただいて、シールはね、ずっと携帯に入れてます。昨日このお話しました、平田さんと。入れてくれてるの可愛いって言ってくれました。そうそう、あ、ウッチーさん、ありがとうございます。こんばんはって、こんばんは。ルカワと同じじゃんって。え、ルカワってスモールフォワードなの？ガードじゃないんだ。え、そうなの。遊びに来てるって、富山のマー君さん、ありがとうございます。トラベリングしても許しちゃうって。スキーしてみたいですか？してみたい。スキーはしたことないです。スノボーはしたことあるけど、一回だけ。ガード、そうだよね、やっぱガードだよね、ルカワって。ちょっと今ね、キャラクターを見直し始めた。
誰が好きだったってさっきあったけど難しいな。けんちゃんありがとうございます。はい、調べたらルカはスモールフォワードだって。そうなの？でもほぼガードみたいなもんじゃないルカはって。確かに、でもなんか確かにフォワードかもな。フォワードだった気もします。懐かしい感もある。なんだろう。太郎くんさんありがとうございます。そう、ルカワくんは何でもできるんです。スーパープレイヤーなんで。お、スラムダンクでバスケ始めましたって。ああ、ガードは宮城と三井か。確かに結構宮城ね好きだったかも。安西先生しか勝たん。名言残しがち残しがち。え、誰が好きかな、難しいな。ちょっと考えとこう。顎タプタプする、これか。お疲れ様ですって。宮正さんお疲れ様です。あ、出ちゃった。え、アニメの、わお、ゴリハって。そうなんです、カイタさん。バーベキューさんありがとうございます。こんばんは。ひてなまさんこんばんは。お、8時お知らせしますって。早いね本当に。2時間だ。こんばんは。ハマーさんこんばんは。クリスチャンの対話さんこんばんは。チームオタクでもよかったんじゃ。でもね、そこまでなんかこれがオタクみたいなのはないんですよ。お、カンカンさん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、台湾のファン、イナちゃん大好き、ありがとうございます。ほっぺたぷにぷにさん、読んでないので諦めたらそこで試合終了ですよという言葉知らないです。知ってる。正解それ。太郎くんさんありがとうございます。ありがとうございます。ともともさんありがとうございます。みっちゃんさんありがとうございます。友達がいなちゃんにガチ恋したらしいです、ありがとうって言っといてください。かつりさんありがとうございます。みっちゃんありがとうございます。としさんありがとうございます。ね、りんご来ないね多分。後では自分で食べます。こんばんは。ファバジさんこんばんは。コンさんはい。ゆうさんありがとうございます。キツネさんありがとうございます。ね、ミッチー1位だった、調べてみたら。ルカさんありがとうございます。女子も30秒以内にシュート打たないと反則なの。小学校は30秒で中学校高校は24秒です。お、明日の放送楽しみ、ありがとうございます。おい、今日リンゴ食べた、私もこの後食べます絶対。夢見ショールーム開始。もうね、通知来るから分かるんですよ。あ、花屋敷イベント頑張って、ありがとうございます。もうめっちゃ楽しみです、明日初めてなので。楽しみ。お、じゃあリンゴだるまで。
あ、ありがとうございます。としさん、太郎くんさん、ありがとうございます。そう、ひろさん、ありがとうございます。長月さん、ありがとうございます。黒船さん、こんばんは。ただいま戻りました。願いさん、ありがとうございます。そう、楽しみです。めちゃめちゃ。ペタプニプニさんもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ゆめみの通知と、あの、みんなね、ハートをしてある、フォローしてある。そう、なんとなくね、一番最初の時にぼちぼちぼちって、みんなの何時にやるのかなとか見てないけど、いつも通知来る。それで通知来たら押して見てます。そう、メンバー配信見たりコメントしてるけどね、分かってもらえないの。ユナだけど小文字の英語だから分かってもらえなくて、さっき名前変えてみました。あの、ひらがなのユナで、みんななんか本人ってつけてるからつけてみました。これできっと分かってくれるはず。だてメガネさん、横山子さん、ありがとうございます。こんばんは、安文さん、こんばんは。そう、本人つけてみた、さっき。そうそう、ユナ本人は逆に怪しかった。嘘、今日つけました。まだそれでね、誰のやつにもコメントしたことないよ。アバター尖らしてない。変えようかなって思ったけど、あの、普通のショートカットの女の子のままです。本人は超嘘っぽい。でもなんかさ、なんだろう、18期しか言わなそうなことを言うじゃん。かすみだったら絶対関西弁だし、あずもなんかあずっぽいことしか言わないし、そう、みんなね、それっぽいことしか言わないからわかる。なんでショートカット、ロングの子いないの。え、受け狙わんとって、嘘。じゃ、尖らしてみようかな。ちょっと尖らせる気分だったら尖らしてみます。そうそう、ショートカットにしたことないです、まだ。絶対リンク来た、やった。あ、リンゴじゃない、リンゴじゃない、え、リンゴよりいいもの来た。ちょっと待ってね、シャインマスカットだ。え、しかも冷たい、めっちゃ冷えてる、おいしそう。ボブにしたこともないんですよ。あ、しほさん、クローバーさん、ありがとうございます。シャインマスカット美味しい。メグメグオさん、トシさん、ありがとうございます。ちょっとちょうだいって、ダメです、私のやつだから。みっちゃんさん、ありがとうございます。太郎くんさん、ありがとうございます。美味しいです。食レポよろしく。甘くて美味しい、みっちゃんさん、ありがとうございます。うん、クロロルシコルさん、ハートありがとうございます。お、すみさん、ありがとうございます。かわいい、うん、ハートが浮いてた。うん、シャインマスカットは皮ごとですね。美味しさはシェアしようやって。私がフルーツ食べたいって言ってたら食べてた人いたよね。
疲れ様ですってありがとうございます。おいしいおいしい。みんなはなんか笑ってる。しおちゃんさん、ひろくさんありがとうございます。富山のマックさん、ハートありがとうございます。みんなシェアしてってやだよ、何食べたってシャインマスカットだよ。一人一粒ぐらい配ってくださいって、なくなっちゃうじゃん。そう、大きいの。あ、クリスチャン台湾さんありがとうございます。冒頭で話したフルーツ大福は何のフルーツ？みかん。うん、ひなちゃんピースって。うん、マントメガネさん、さあヒロさんありがとうございます。こんばんは、初見さんこんばんは。スリーさん、おしましで犬ちゃん行きたくなったよ。ぜひ来てください。アリスさんありがとうございます。カブさんありがとうございます。太郎くんありがとうございます。沼田さんありがとうございます。ワヒロさんありがとうございます。こんばんはってビエイトさん、こんばんは。ポンターあとチームエイト集団さん、軍団さんありがとうございます。2個一気に食べてみよう。え、太郎くんさんありがとうございます。ワヒロさんもありがとうございます。いっぱいありがとう。ドボンはね、10時までです。何の音って、食べてる音かな。龍太郎マン、龍太ロンロンマンさんありがとうございます。頑張ってくださいって、アキジーさんありがとうございます。コメントって黒字？黒字です。そう、24時じゃないんですよ、学生だから。 XYZ さん、エダッチさんありがとうございます。コウジさんもありがとうございます。暴れてるわけ？暴れてないです。あー、皆さん、コウジさん、スワンヒロさんありがとうございます。ありがとう。明日はイベントだから朝配信ですか？ね、朝配信しようかなって思ってます。ちょっとこの後確認してまたすぐ予定し入れます。和田さん、そわひろさん、リーチさん、あ、クリスチャン台湾さんありがとうございます。うちーさんもありがとうございます。ダニーさんこんばんは。ウファイ、ウフィ、ウホーさんこんばんは。初見ですって、ありがとうございます。ドイツメロンパンさんこんばんは。ぶっちゃんハートありがとう。たっくんさん、たっくんさんもありがとうございます。絵文字は反映されてるって、
反映されてます。うん、そう、花屋敷弁当夜なんだから、そう、朝5時じゃないです。えいちゃさん、太郎くんさん、ありがとうございます。としのいさん、ありがとうございます。お、5時からでも大丈夫です。よし、50起するぞそう、朝やります。明日朝でもどうだろう、でも朝かな、でも5時はさすがにないかなって思うけどうん、たくさんありがとうございます。うん、あと10個あります。うん、カツリンさん、ありがとうございます。和田さん、神戸のまいちさん、ありがとうございます。そうなんだ、朝の配信、あ、え、もう時間。大丈夫です。ゆいち5時からするって、嘘、絶対しないよ、絶対寝坊するうん、そう、明日夜イベントあるから。そうなんですよ、つっくん、れんくん、ありがとうございます。そう、ひろさんもありがとうございます。なっちゃん、毎朝5キロランニングしてそうって、しないですドイツメロンパンさん、ハートありがとうございます。三つ編み姿を縮小したい、イエーイ三つ編みよくするの、いや、してないです。あの、前やって2回目そうそう、しれっと何食べてるんって、あの、シャインマスカット食べてます。冷たいうちに全部食べてって、ぶっちゃん優しい、ありがとう。クロバーさん、ありがとうございます。太郎くんさん、ありがとうございます。あ、夜からなら午前中だなってのは確実なんで構えておきます。しろちゃんさん、ありがとうございます。そうそう、10個あるんですよ。れんくん、ありがとうございます。ギョアさん、初見さん、ハートありがとうございます。また2位が少し近づいた、お、ありがとうございます。皆さん、ありがとう。としのりさん、ありがとうございます。クイパンダさん、シャインマスカットそんなに食べれないでしょ、食べれますよノーネームさん、ハローって、ハロー。プレジョンさん、アリスさん、ありがとうございます。夜ご飯ね、夜ご飯は食べてない。でも夕方にね、妹と一緒にコロッケを食べました、お散歩の帰り。5キロ辛いなって、5キロ走んないもん。山ちゃんさん、ありがとうございます。あ、くらさん、くもとん、ありがとうございます。わーい、ありがとうね、ありがとうございます。わー、パチパチ、ありがとう。お、のりさん、ゆなちゃんのことが気になってしまいました、どうしましょうって、ありがとうございますフルーツは別腹、フルーツはね、ほぼ水分水分だよ。うん、くま、くまってね、くまたん、ありがとうございます。わ、ひろさん、ありがとうございます。中さんも、ありがとうございます。揚げたてのコロッケ、え、でもね、揚げたてか分かんなかったけど、あったかかったしもちゃんさん、ありがとうございます。名言きたて、そう、名言ではない、そんなにすごいこと言ってないよ。たっちゃんさん、こんばんは。ぴーちゃんさん、こんばんは。え、そう、そんなに、フルーツは絶対水分だよ。うんうんうん、うん、こんばんは。うん
スも水分、アイスはちょっと水分ではないかな。カレーも、いやカレーも別に水分ではない。あ、たくじさん言うなってありがとうございます。ふふさん初見です、ありがとうございます。もっちーさんこんばんは、おわしさんこんばんは。かき氷は水って、だって水だもん。書き初めに書くかって、うそ。もうちょっと大事なこと書こうよ。初見じゃない、初見です。そう、カレーは飲み物ですごい、カレーは飲み物って言ってる。電子の書き留め決まってよかったねって、いや書かないよ。こんばんはって、パッティンさんこんばんは、スワイヒロさんハートありがとうございます。で、あ、2位まで、ゆいちが初見てね、初見はでも最初のまだだよ、もうもう言ってないよね、前は言ってたけど。あ、今年書き初めあるって、え、劇場で書く、そうなんだ、じゃあその時なんか覚えてたら考えます。太郎くんさんありがとうございます、みんちんさんありがとうございます。嘘、今でもなんかゆいちわざと、もうわざと言ってるって言ってた自分で。ね、今でもわざと言ってるってね、言ってるよね。ゆだちさんありがとうございます。あ、桃食べてるって、桃まだ売ってるの、夏だけどまだあるのかな。トラクさんありがとうございます。身長はいくつあるの、身長は 157.5、 もう8あるかもしれない。あるかな、ないかな。今年の初めでそれでした。でも1年前と1ミリも変わってなかったの。来年伸びてるかな。あ、缶詰のか、確かに缶詰だった、でも美味しそう。ふーさんありがとうございます、和田さんありがとうございます。意外と小さいって、そうそうなの、187cm あるよって、おーすごい。シャインマスカット食べると背が伸びるらしい、初めて聞いた。食べちゃおう。一番小さい、18期だと一番小さいんですよ。そう、山崎さんよりは大きいです。あのね、水島さんと同じぐらいっていう話をねしました、一緒に。チントさんありがとうございます、バーベキューさんありがとうございます。そう、18期みんな高いの、ゆいちもなんか高いの、なんで。ゆいちゆなより低かったのに成長期だから伸びたんですよ。まだ伸びるよ多分ゆいち、誰か抜かすんじゃないかな。ね、そうみんな高いのね。ゆいちあと10センチは、でもさすがにそろそろね、でも腕2、3センチはもしかしたら伸びるかもね。そうそう、ゆいち180になったらもうびっくりしちゃうよ。ね、一番高いの夢見かひなのだけど、そうそう、アイチェルさんありがとうございます。夢見ひなの抜くかな、嘘、でも結構あるよ、164とかって言ってたかな。そう、さやも高いのよ、さやは3番目。ゆいちをみんなで見上げる、そんな時来るか、怖いな、さすがにそれは。ね、いいって、18キロで一番小さいって言わなくて知ってるから。いいよいいよ。そうそう、ゆいはまだ伸びると思います。こんばんはって、チャッターさんこんばんは、可愛くていいよって、ピーちゃんさん優しい、ありがとう。うん、うん、
嬉しいみんな。ここからでも可愛いから大丈夫って、ありがとう、優しい。うん、しるちゃんさんツイッターにキラキラだけでも投げてとお願いしてきたって、ありがとうございます。うん、背の高さクラスの中では真ん中ぐらいかな、真ん中か真ん中よりちょっと前かぐらいかな。うん、そうちょうどいいの、平均。そういいの、平均なの。そうそう。握手会の時の高さがめっちゃ可愛いゆなちゃんって、背伸びします。じゃあもう初見ですって。 KT さんありがとうございます。プラネットさんこんばんは。足はね24センチです。なつきさんありがとうございます。ハートありがとう。今来たって、あー、ふくちゃんありがとう。エレピョンさん、エレピョンのピョンタさんありがとうございます。パン工房キキバジさんこんばんは。今日も可愛いよってありがとう。うっちーさんもありがとうございます。ヤマさん158センチが一番可愛いってありがとう。ヒール履けば大丈夫ってね、もうこもったらヒール履けば大丈夫。何センチでも大丈夫。たくさんありがとうございます。早く握手会になってくれって。こんばんは。あのピーピーさんこんばんは。和田さんもこんばんは。おしもちゃんさん劇場ねえだちゃん大きく輝いてるねと、お、ありがとうございます。6画面はゆなちゃんの浴衣だったけど、秋なんでゆなちゃんをメイドに変えました。ありがとうございます。あのね、今ドボンのさ浴衣の やつもゲットできるじゃないですか。あのカード欲しいのに全然出ないの。自分って自分本当に全然出なくて、そうなんです、悲しい。あの浴衣のね写真が結構自分で好きでね、これ欲しいなって思ってるんだけど出ないんです。アズより大きい、いやアズの方が大きいよユナより。そうそう、あ、靴の話か。そうそう、あ、次の握手会まで2週間ね、長いね、2週間あるんだ。でも結局あっという間って言うんだよ。そう、シャイニングフィンガー様田さんありがとうございます。あ、お友達が星投げてて投げててだけん方のお宅だけど来ましたって、ありがとうございます。ペヤンさん、ピーちゃんありがとうございます。握手会行きたいって、ぜひ来てください。こたつでみかんさんこんばんは。初見さんありがとうございます。みっちゃんさんありがとうございます。しほさんありがとうございます。さやはんあったらゆなちゃん撮ります。ありがとうございます。かつりんさん嬉しいです、ありがとう。そうそう、いい推しの日だよ、ゆなちゃんの日です。たけしさんありがとうございます。るなさんありがとうございます。そう、一押しガチャまで待てないの、全部使っちゃった。あ、ドボンでかすみに当たったって。ね、水風の洋服とコスメをコーディネートしてみたらって、確かに結局ねお昼のまましてなくてキラキラだけつけました。あとね、そうちょっとだけ上げてるけどいつもの感じじゃない。そう、全然ほぼ朝と同じ
お洋服も買えたか。そうそう、明日メイク配信でもありかもね。気づいたね、気づいたら前日になってるパターンです。兄ちゃん早い方ですか？早い方だと思います。リーチさんありがとうございますね。そうキラキラしてるって。あね、音、そうそう、掃除機じゃなく多分ドライヤー。多分誰かお風呂に入りました。お、メイク配信もいいって、よかった。さっき気づいたらコインもうなくなっちゃったね。欲しいこのカードほぼ出ない。太郎くんさんありがとうございます。ありがとう。あ、ナウファルさんありがとうございます。三つ編み似合うって、ありがとうございます。今度から三つ編みいっぱいしちゃおう。和田さんありがとうございます。ペタプニプニさんもありがとうございます。ダッチさんありがとうございます。認知されたいって、でもね結構ショールームで見てましたとか言ってくれたらわかる。多分ショールームとかね、とかっていう名前をね、その名前を教えてくれたら多分わかる。そう、北野大地さんこんばんは。ちかこさんこんばんは。お、ゆなちゃん認知めっちゃ早いって。中さんありがとう。三つ編み公演してて。お疲れ様です。渡辺さんお疲れ様です。お、20時半に寝れますって。藤京さんなんかずっと教えてくれた、ありがとうございます。あ、認知とか気にしないでまずは再販をですねって、ありがとうございます。ペタプニプニさん、ゆなちゃん覚えるの早くてびっくりしたけど嬉しかったって、ありがとうございます。そう、たくさん来てくださったらもう絶対覚えられる。覚えてもらえるように通います。としのりさんありがとうございます。お手紙もいつもありがとうございます。たくさんありがとうございます。こじわさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。まやさんありがとうございます。チョコさんありがとうございます。うん。うん。確かに。みのちゃんで街中だ、あ、街中だってバレるかも。レン君は絶対わかる。うん。うん。名札つけたら腰から行こうかって、ぜひ。うん、しるちゃんさん名前覚えてっていう人は名前、名札つける優しさも大事だと思ってる人です。優しい。ちょっと作業に集中してたって。ものものさんお疲れ様です。お、今度はサインを目指しますって。ぜひ。お待ちしてます。ぶっちゃん。お待ちしてます。ちかこさん、ありがとうございます。うん。認知してもらえた方、たくさん会いに行きましょうって。ルカさん、ありがとうございます。ちかこさん、ありがとうございます。そう、よく食べるね。そう、まだあるの。まだある。こんばんは。あ、お庭さんこんばんは。ありがとうございます。みなとりみゅうどんさん。あ、あと台湾さん。ありがとうございます。お、はるさん。ひなちゃん遅くなりました。あ、ね、ひなた坂の。
声見てきた。お、帰りなさい。藤木さん、なぐさつけていきますって。ありがとう。ひなちゃん、3ループ目で名前呼んでくれます。うちさんも絶対わかる。シャインマスカットでかすぎね、これ大きい、本当にすごい美味しい。ペタプニプニさん、ありがとうございますね。8時半もう過ぎちゃったよ、早い。手が元行けしたけど関東に住んでないから辛いって。ぜひじゃあ何か機会があったらお待ちしてます。お、ケンジさん、研究生公演当選したの旗つけるねって、ありがとうございます。お、ユーナがメインのブログデザイン作ってたんで、あー、モノモノさん前話してくださったやつですね、ありがとうございます。すごい。翼さん、ハートありがとうございます。あ、クローバーさん、だるまさん、ありがとうございます。サラオくんさん、ありがとうございます。一気に食べよって、一個ずつ食べる。くださいって9時までに食べ終わらないねって。そう、シャインマスカットです。覚えてくれて嬉しいって、いつもありがとう。でもジャッジカミオさん最初から結構見てくださるから本当に余裕です。お、認知されたいからたくさん回るのではなく、ゆなちゃんとたくさんお話したいからたくさん回りますって、ありがとうございます。みすみさん、もう認知してるから大丈夫。たくさんお話しましょう。こんばんは、のりのすけさん、こんばんは、ちゃんかずさん、こんばんは。お、個人的にはまかりメスは違くて助かる、横浜は遠い、おっさん、私も同じ、それ私もそうだの。そう、たくさん話したいですって、ぜひ来てください。せいたかくんさん、こんばんは。こうへいさん、かすみゆいちコーヒー認知されてるからゆなにも、お、ぜひ。食欲の秋ですね。学士会で名札あった方が覚えやすいって、そうですね、あった方が覚えやすい、確かに。覚えてほしいって人はインパクトにある服にするのもあり、確かに。なんかね、同じ服を着てくださる方もいらっしゃるんですけど、そう、インパクトあると覚えられる。なんか面白い服着てきてくださる方もいらっしゃるんですけど、そうそう。ウッチーさん、ありがとうございます。クラさん、ありがとうございます。シャインマスカットのタルト食べたいなって、私も食べたいな。あ、それから口に入れられるだけ入れてくださいって。お腹すいたって。確かに、名前覚えられなくても顔認知ぐらいならいけそう。確かに結構あるかも。なんか来てくださるけどお名前を教えてくださらない方もいらっしゃるから、そうするとあーってなるけど、そう、名前なんだろうっていつも気になってたりします。こんばんは、こんばんは、相棒さん、こんばんは。としのいさん、くまさん、ありがとうございます。あ、伊達メガネさん、くまたま、ありがとうございます。ありがとう。自分のファンネームは覚えやすいからいける。お、ミルク猫さん、クロマティさん、こんばんは。クマタワーリンクして。くんちゃんさん、ありがとうございます。いっぱいありがとう。うっちーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。この前のお話から緊張してて。ありがとうございます。お話し会嬉しいです。こんばんはって、ヒカル42さん、42さん、ありがとうございます。ペ
とぷにぷにさんもありがとうございます。タークンダーさんありがとうございます。ハクリンさんありがとうございます。みっちゃんありがとうございます。こんばんはってありがとうございます。次の握手会の予約まだ決まってないです。ウィンク照れたってタッピーさんありがとうございます。ちなみに話すたび結構緊張してます。なつきさん嘘ありがとうございます。お庭さんありがとうございます。宮地さんもありがとうございます。名乗るの恥ずかしくて名前認知してもらうまで5年かかったことある。XYZ さんありがとうございます。デッキさん大好きさんケイさんこんばんってこんばんはんってありがとうございます。コナンさんこんばんは。お、イナタにおしゃれしていかないとねって待ってます。お、ぐんちゃんさんちょっと気になり始めたんで今度公園見に行きますねってありがとうございます。待ってます。ありがとうございます。 XYZ さん宮地さんいっぱいありがとうございます。ゆなちゃんの連会出てくる人はみんなニヤニヤしてるよって。あ、たしさん明日テレ東の番組に出るんだねって。そうなんです、出させていただきます。まきちゃん会うたび可愛いポットになるのにさせやめたいです。確かになんかまきちゃんとお話しするときはなんかお互いにずっと可愛いって言ってる気がするね。ふじきょんさんありがとうございます。よむちゃんさんもありがとうございます。お、かんかんさんくまたわありがとうございます。ありがとう。あ、クリスマスの予定決めたいから再配いつか決めておいて。わかりました。でもなんかいつだろう、まだかな。でもそろそろある気もしますね。ないかな、まだわかんない。ねえ、何かわいい、ありがとうってまた言ってる。みなちゃんと初めてお話した時の衝撃は忘れられないわらってさみさみさんありがとうございます。チェッキだもんね、チェッキ。お、嬉しい。和田さん握手会でなちゃんの映画を間近に見られるか幸せって、ありがとうございます。ものもさんもハートありがとうございます。みみさんこんばんは、こんばんは。なおじっちゃんさんこんばんは。ダーリンさんこんばんは。フェンチェンさんありがとうございます。うちーさんもありがとうございます。嬉しい、今日もかわいいよってありがとう。あいちゃんあっと台湾さんこんばんは。握手ブースに入っていくときに行かれる笑顔緊張吹き飛んでますね。ありがとうございます。ラトさん握手前からニヤニヤしただけ我慢するね。ありがとう、別に。こんばんはって。シンタさんこんばんは。そうそうそうなんですよ、スミスミさんはね劇場のチェキが初めて、なんか珍しいですね。初めましてですって問いに来てくれたから。秋山信さん、くまさんありがとうございます。和田さん、くまさんありがとうございます。ゆりさん、いなちゃん終始笑顔で対話してくれて嬉しいって、ありがとうございます。いつもそう、いつも笑ってます。こんばんはって。かずくんさんこんばんは。としくんさんこんばんは。ペタプニプニさん、ほんと目の前にすると可愛すぎて話そうとしたこと飛ぶんよって。ありがとうございます。ごめんさ、どうもシャインマスカットですって言って握手しようかって面白い。シャインマスカットさんって呼ぶことになっちゃうけど大丈夫かな。太郎くんさんありがとうございます。よしきさんもありがとうございます。ジャングハクキムさんありがとうございます。
そうなんだ、合計3時間になったら自動で配信切れるよねって。そうなんだ。でもさっき1時間ちょうどだったから、多分今回もまた3分ぐらいから始めたかな。だから、おはるさん、11月19日の握手会は人生初の握手会のじゃん、1番目かすみ、2番目のじゅんになりますって、ありがとうございます、待ってます。横から見ても可愛すぎた、ありがとう。ぜひ次は前から来てください。秋山信さん、ありがとうございます。波動が始めまして、確かに珍しいパターンですね。なんだろう、劇場とかが最初の人が多いかな。うん、とびきりの笑顔だから最初から話しやすかったよって、藤木雄さん、ありがとう。もぎちゃん、おじさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。アリスさん、ありがとうございます。美容音がいいなって、シャインマスカットは嫌なんだ。あ、2分スタートだって、分かりました、じゃあ2分までね。としのりさん、ありがとうございます。あ、前座が最初かなってね、ありがとうございます。あ、2位まであとちょっとずつ溜まってきて、ありがとうございます。プレジョンさんも、ありがとうございます。シンプルに18記念が始めましてやったなって、確かにもう懐かしいね、みんなで並んでたの。あれ最初自分もびっくりしたんですよ、なんか8人でどうやってやるんだろうって思ったら、あ、こうやってやるんだと思ってびっくりしちゃいました。スワンヒロさんも、ありがとうございます。ココリコさんも、ありがとうございます。そう、気づいたら気になってましたって、ありがとう。こんばんは、新城村さん、世間さん、こんばんは、ありがとうございます。お、お披露目会が最初だったか、ありがとうございます。いつの間にかいなちゃんの声しか投げなくなりましたって、うっちーさん、ありがとうございます。昨日もありがとう。すごい、劇場再生が始めましてね、すごすぎる。すごい浩平さん、なんかすごいぶどうの種類をすごい。太郎くんさん、ありがとうございます。マキさん、お披露目、次の日の前座、確かにすごい、それはレアすぎますね、マキちゃん、運命すぎです。シャインマスカットは食べきれたって、全然食べきれてないです。そうそうね、かなり2位に近づいたね、近づきました、シャインマスカットまだあるよ。うんうん、タダコ好きで見に行ったら誕生日一緒で興味持ちましたって、まず誕生日一緒ってすごいよね。うん、見に行けるかなね、お披露目の動画まだ防災と見れるね、見れますね、なんか自分じゃないみたい、もう結構なんか前って感じがしちゃう、結構変わった気がしませんか、どうなんだ、変わってないかな。小坂口さん、ありがとうございます。最後にシャインマスカットくださいって。お邪魔しますって、ヤスさん、ありがとうございます。1位と2位は1万ポイント差だから、2位に追いついたらすぐよって、確かに1位と2位と3位と4位って感じしてましたもんね。
ゆりさん、いなちゃん、かなり理想的なアイドルだって。ありがとう、ありがとうございます。肌が初めましてだったけど、いなちゃん たくさん撮りましたって。ラットさん、ありがとうございます。かわよって。ペガさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。マスカットのツーショットお願いしますって、どういうことだろう。あ、スリーショットになっちゃった、間違えちゃった、2個持っちゃった。ね、大接戦だよ、大こ大ね。ね、頑張りたいです、頑張ろう、頑張ります。あ、秋山信さん、ありがとうございます。ルカさん、ありがとうございます。はじめまして、あけめなです。あれ、緊張した、練習の時からもうすごいよね、恥ずかしかったの。だから言ってなかった、練習の時は。で、なんかみんなが、なんで言わないのって言われてた。で、恥ずかしいから嫌だって言ってた。そうそう、え、より可愛くなりましたって、藤木さん、ありがとうございます。喉大丈夫って、大丈夫です。お、7時12分の扱い、ねなちゃん最高って、ありがとう。そうなんですよ、田口さんと同じ誕生日です。8月に見に行って以来、研究生公演が当たらないって。すぐみさん。ずっと押しますって、18神尾さん、ありがとうございます。いつもありがとう。志保さん、太郎くんさん、ありがとうございます。ギフトどれも反映されてるって、されてます。うん、多分されてると思う。カブさん、ありがとうございます。クローバーさんもありがとうございます。ヒーリーさんもありがとうございます。はじめまして、あけめなですから、りなちゃん欲しいって、年のりさん、ありがとう。新庄村さん、ハートありがとうございます。スマヒロさんもありがとうございます。初恋よこんにちはの登場で衝撃を走ってる。嬉しい。でも私もまさか初恋よこんにちはが、なんだろう、一番最初の曲になるとは思ってなかった。一番最初っていうか2番目かな。でもあれすごい褒めていただけて嬉しかったです。ゲローさん、こんばんは。ピグレットさん、こんばんは。初恋の衣装ほとんど似合ってて可愛いって、ありがとう。アリスさん、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。お、やっと柱の回入ったよ。ありがとうございます。ゲンジさん、ユナちゃん一押しって、ありがとう。あ、7時12分のステージに出てくるとこ可愛いって、これか。そう、ありがとう。あ、かつさん、あずちゃんと一緒にしたいなって、ありがとう。嬉しいです、ありがとう。あ、昨日のセンタースタートは感激しましたって、ありがとう。ぶっちゃん、ありがとう。あれはガチ可愛すぎたって、嬉しい、ありがとう。かずさん、ありがとうございます。高井さん、ありがとうございます。プレジョンさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ワイヒロさんもありがとうございます。お、みっちゃんさん、今日も最高の笑顔ありがとうって、ありがとうございます。こちらこそ。残り10分かなって、早いね。どんな時間、めっちゃ早いね。すごいびっくり。初恋よこんにちはのイントロに声に、あ、こうやってね、あれも恥ずかしかったね、練習の時。もう本番はなんか若干緊張するじゃないですか。そう、あずあずとえなちゃんのコンビいい感じよね、ありがとう。すみすみさん、え、ものものさん、ゆなが今日も可愛くて嬉しいって、ありがとう。こんばんは。月星さん、初見さん、こんばんは。お、メロデーエンジェルってありがとうございます。あ、
次の新学選抜メンバーに選ばれるようにお祈りするよって。ありがとう嬉しい、ありがとうございます。スマヒロさんありがとうございます。で、初恋の最初大事よって、確かに確かにあれ大事だね山ちゃんさんありがとうございます。あ、ゴールドボン頑張ろうねって、頑張りましょう。太田さんありがとうございます。初恋子にこっちはリカワで飛びましたけど入らなかったって。ね、ありがとうございます。ね、ゴールデンタイム頑張りましょう。としなりさんもありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みんな本当に早いね、時間って。うん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 。お、えだってさん時間教えてくださってありがとう。今日もドボンするのって、ドボンします。宿所タイム？うん。スワヒロさん、スミスミさんありがとうございます。公園でアイドルなんかじゃなかったらのセンター見るとなんか嬉しくてうるうるしてくるんだよねって。モノモノさんありがとう。アリスさんもありがとうございます。あ、エノリーさん、エナちゃんかわいいよって、ありがとう。あ、みっちゃんさん、みんなでエナちゃんのためにゴールデンタイム頑張ろうって、嬉しい、ありがとう。あ、今日この久しぶりにやちゃんの夢見れますようにってね、ゴールデンベッドタイムで対戦したいってしましょう。ぜひしましょう。マサさんこんばんは、どうも頑張るわって。ゆうたさんありがとうございます。次回は苦手な食べ物を当てますって。お、いや多分明日の朝か朝やると思うのでペタプニプニさん、じゃあぜひあ、つまひろさんたくさんありがとうございます。納豆嫌いそう、好きだってドボンずっとやってますって。藤京さんありがとう。月曜の豚さんハートありがとうございます。で、あと4分、あと4分あと6分ある。そうそう、クッキオさん、スミスミさんありがとうございます。お、2枚しか持ってないけどデッキに入れますって、ありがとう。今回納豆に生卵がいたね、美味しいよね。ヒロクさんありがとうございます。ヨシくんさんもありがとうございます。明日は7時12分からって暑いね、7時12分からちなみに可愛いって、ありがとう。アーシャより幼いねって、確かになんかアーシャなんかね、ね、確かに。まああと今日全然メイクしてないからかも。祝スタイムお願いしますって。なんかいつもポーズってさ迷うよね。いけるできた。こんばんはって、こんばんは。クラバーさんありがとうございますあ、5枚持ってるけどかすみ5枚セットしてるって。ゆうたさんフフ困ったらブリックボーズって、ね、あんまりやんないかもね。
瞬絶対縮小できないでしょ。じゃあそろそろランキングを読めます。危なかった、くしゃみが出そうだった。13位ラボーナさん、ありがとうございます。12位としのいさん、ありがとうございます。11位たくさん、ありがとうございます。10位やまちゃんさん、ありがとうございます。プレジョンさん、ももちゃんが気になるって。今日この頃って。ありがとうございます。8位和田さん、ありがとうございます。7位みっちゃんさん、の調子ありがとうございます。6位アリスさん、ありがとうございます。5位すみすみさん、ありがとうございます。4位伊達メガネさん、ありがとうございます。3位ガブさん、ありがとうございます。2位クラさん、明日はドボン頑張ります、ありがとう、この後もぜひ一緒にやりましょう。1位カンカンさん、コマタワありがとう、コマタワありがとうございます、もう嬉しいです。パチパチパチってありがとうございます、お疲れ様、配信ありがとうって、ありがとうございます、ありがとう、ゴールデンタイム頑張りましょう、お疲れ様ってね、あと2分あるけど。楽しい時間ありがとうって、こちらこそありがとうございます、最後にウィンクしてって。あ、ゆなちゃん今日もありがとう、お話楽しかったです、また明日ねって、ありがとうございます。ね、だいぶ2位に近づけました、ありがとうございます。明日もぜひ見てください、後でまた予約します。いや目の前ですって、ありがとう、ありがとうございます、ファイトって、ありがとうございます、配信楽しかったよって、ありがとうございます、お、また返信ポストするねって、ありがとうございます、コメント読んでくれてありがとうって、ケンジさんこちらこそありがとうございます、明日いいことありますようにって、もうすでにあります。あ、明日のテレビ、あ、テレビ東京のやつぜひそれも皆さん見てください、時間お疲れ様ってありがとうございます、花屋敷楽しんでいきます、で9時です、あとちょうど1分で終わっちゃいます、で皆さんも明日いい日になりますように、ありがとう、こんばんはって、翔平さんこんばんは、あ、またねって、ね、ドボンで会いましょう。また明日ドボンとショールームはまた明日、ありがとうございます、ありがとう。おやすみなさいって、ありがとうございます、最後にムルク坊主。ありがとうございます、バイバイ、コメント読んでくれてありがとうって、かつりさんありがとうございます、バイバイ、ドボンやりましょう、頑張る。バイバーイ、おやすみ、2分になりました、あとちょっとかな、バイバイ、あ、ありがとうペンライト、最強スマイル。ありがとうございます、ね、ほっとけば決める、確かに。バイバーイ、おやすみ、あ、ありがとうございます、こんばんはって、ありがとう、ドボンで、ドボンでおやすみ。ありがとう、ラストタイム長いの嬉しいって、ありがとうございます、トンフィーダさんありがとうございます、バイバイって、バイバーイ。ありがとうございます、これね、バイバーイ、ね、切れないね、あ、ね、確かに2分からだったけど。バイバイ、サービスかな。確かに、じゃあね、おやすみなさい。